紅葉の美しさを強く感じさせてくれる場所があります。古い町並みから歩いて10分ほどのところにお寺や神社が点在する東山寺院群。今年も見事に色づきました。歴史の重みと空間の素晴らしさを同時に感じ、自然を楽しみながら散策ができる東山遊歩道、ぜひご一緒にお楽しみください。岐阜県北部に位置する飛騨。昔懐かしい町並みで食べ歩きも楽しいのですが、季節ごとにいろんな楽しみ方ができます。歴史や伝統文化、飛騨の町で出会った料理やお酒、紅葉に彩られた飛騨の山々と美しい自然、滝を流れ落ちる水が心を癒します。そして日本の原風景を思い起こすような里山と、背後にそびえる雄大な北アルプスの山々、数回に分けてお届けする飛騨の旅。さあ日本の旅へ出かけよう。こちらは雲龍寺。鐘楼門をくぐると静寂な境内が広がります。ここからは東山遊歩道を散歩しているような気分を味わっていただければ幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。東山遊歩道では天正寺の色鮮やかな庭もみじや静かな境内の中で豊かな時間を過ごすことができました。私たちの旅はまだまだ続きます。この動画がいいねと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは皆様も良い秋をお過ごしください。